フェリペアドルフォ・デラウェルタ・マルコルは、メキシコの政治家、大統領、ソノラ州出身。デラウェルタは1917年に、ソノラ州の知事に就任した。1920年3月に、ベヌスティアーノ・カランサ大統領は労働葬儀を鎮圧するため、ソノラ州に連邦軍を派遣するが、これに対してデラウェルタは、ソノラ州の独立を宣言する。デラウルタは、 フルタルコエリアスカリエスラとアルバロ・オブレゴンを押し立て、内戦状態となる。カランサは逃亡途中に殺害され、1920年6月にデラ・ウェルタは臨時大統領に就任した。7月にはパンチ・ヨビリアが和平協定により当局に降伏している。9月の選挙ではオブレゴンが大統領に選出され、デラ・ウェルタは増床に就任する。1923年に オブレゴン大統領は、アメリカ合衆国のメキシコ国内における権益を大幅に承認し、議会はこれに反発、デラウェルタを次期大統領候補に押す。デラウェルタは12月7日に、ベラクルスで革命を宣言し内戦となる。当初はデラウェルタ側が優位だったが、翌年3月に反乱軍は鎮圧され、デラウェルタはアメリカに亡命。オブレゴンは、 反乱に参加した詳細以上の証拠を銃殺した。オブレゴンは憲法の再選禁止規定により大統領を辞職し、7月の選挙ではプルタルコ・エリアス・カリエスが勝利大統領に就任した。デラ・ウェルタは1935年にはメキシコへ帰国し、ラサロカルデナス政権下で外務大臣に就任した。1955年にメキシコシティで死去。なお、 同じく元メキシコ大統領のビクトリアーノ・ウェルタと血縁関係はない。ありがとうございます。